岡田さん。何ですか、悟さん。ありがたいことにまた、リスナーからのお便りが、着々と積み上がってまいりました。最近ね、お便りすごく増えてきて、ありがたい限りですね。うんうん、ということで、この気合を入れてどっかでまとめて読まないとですね、この積み残したままになっちゃう、ね。うん、今日はだからいくつか読もうと心を決めております。はい。はい。一つは、ラジオネーム、サンダーさん。ひらがなでサンダーさんですね。気軽に旅に出るということが少し難しくなってしまった今、暇つぶしにネットを見る機会が特段に増えました。中でも Amazon.com ね、Amazon の中を気の向くままにクリックすることは、増えた暇つぶしの中でも上位に入ります。あてもなく密林の中を漂う様は、もしかしたら少し旅に似ているのかもしれません。今日はそんな旅の中で見つけた不思議な事柄について話を聞いていただきたいのです。私は洋書を読むことを趣味の一つとしており、いいですね。その日も新しく面白そうな本が出てはいまいかと Amazon の洋書ランキングを眺めていました。すると、ランキングのそれなりの位置にある、ある本に目が止まりました。あまり聞いたことのない作者であり、表紙もなんだかやぼったい。それなのに9000円ほどの値段がついている、そんな本でした。怪しいですね。怪しい。一部の小塚に愛される、ちょっと変わった本に出会えることは、本好きとしてたまらない喜びですから。かっこ、以前の旅のラジオでも島田さんのお話がありましたね。そうですね。私は、その本の詳細を知るために迷いなく詳細ページへとクリックしました。しかし、何かが変なのです。まず、作者が誰かわからない。Amazon の中でも、その作者の本は一冊しかありません。さらには、アメリカやイギリスの Amazon を見ても、該当の作品は出てこないのです。もちろん、Google 先生にもお伺いを立てましたが、先生は私の見ている Amazon のページを指し示すばかり。本の詳細に目を向けてみれば、内容はたったの20ページ弱。出版社も表示されておらず。どうやら自費出版の様子。リアルの本としては存在せず、Kindle でのダウンロードのみ。そんな本が密林の片隅でひっそりと9000円近くの値札をぶら下げながら、日本限定でクリックされることをひっそりと待ち構えているのです。もしかしたら、極めて自己評価の高いどこかの作者が、自分では妥当と思う価格で共感者を待っているのかもしれません。けれどもどうも様子がおかしいのです。その理由は、商品紹介ページの下の方、こちらもおすすめにあります。なぜならそこには同じ顔つきの本がずらりと表示されているんです。この人なんか、これなんかもったいぶった文体がとってもいいですよ。いいですよ。つまり、誰も知らない作者、やたらと高い値付け、せいぜい十数ページ、やぼったい表紙。そんな本がずらりと並び、私を見つめているのです。いいですね。それだけでも十分不思議なのですが、ある点に気づくことで、それは不気味ささえ帯びるようになりました。この世にも奇妙な物語のなんか音楽が流れてる感じ。完全に その本とは、それらの本のリリースが2022年4月末から5月頭のたった数日に集中していることです。本とは、誰かが誰かに向けた声を届けるものだと思っています。しかしこれらの本においては、誰が何のためにその声を届けようとしているのかが全く見えないのです。しばらく考えましたが、全く特進の行く答えが思い浮かびません。悟さん、岡田さん、密林の片隅で見つけたこの謎についてどうか一緒に考えていただけないでしょうか。願わくば広く見聞を重ねられたお二人より、私の知らない世界の秘密について何らかの示唆があることを期待しています。お気づきかと思いますが、アマゾンと旅の下りはこじつけです。ただただお二人しか密林で見つけたこの不思議さに向き合っていただける方が思いつきません。そしてこの謎に光を当ててくださるのではないかという一心でメールいたしました。どうか力をお貸しください。かしこ。これ、江戸川乱歩の少年小説とかの最初の導入で出てくる。なんか不思議に品のある、なんか切迫した調子のメールで明智くんね、小林くん、すごいな、これどう思うかねって。サトルと岡田優の旅のラジオ。で、私はこれは回答はなんとなく分かった。あ、もう分かってる。これはね、詐欺ですね。これ嘘。これ詐欺ですよ、詐欺。こういう詐欺があるんですよ。で、私は10年前、カリフォルニアバークレーで留学してた時にですね、はい、これに引っかかったことが何回かあって、で、エネルギーの本をね、いっぱい Amazon.com、アメリカの Amazon で、うんうんうん、で、たった今発売とか言って書いてあって、うん、で、わーって言って、なんか30ドル、40ドルとかってクリックしたら、もう真っ白なページしか出てこないんですよ。あ、何も書いてない。で、あるいはウィキペディアの URL を写してるだけのページとかね。なるほどね。で、エネルギーについて書いてあるってのは嘘じゃないから。そうなんかね。
で、インクを使わない省エネルギーみたいなね。そういう。Kindle でしか。で、届いて文句を言おうとしたら、そのページがひっそりともう削除されてて、また新しい別の作者の、多分同じ人が出してる版元の本があって。はい、 はい、はい。だから短期間にこういうのを、こう、焼き畑農業みたいな感じで。なるほど、ね。バリ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 ってこうやっててね。はい、はい。だからこの人のこの、ね、江戸川乱歩みたいな、なんか何かが変なのですかね。こういうのは、とてもね、いいなと思いながら、僕はこれ読みながら、これ、あのパターンねって、ごめんなさい、ちょっと。同じ顔付きの本っていうのはもうそのカバーでも同じにして。だからコストをかけない。コスト削減してると。そうそうそう。で、なんとなく、これ、一人か二人引っかかれば、これ回収できるんで、コストが。うん、しかも、僕が10年前はアマゾン、あの、Kindle はあんまりなかったけど、うん、今は Kindle だから、その、製本すらする必要ないわけですよ、うん。で、クレームをやった頃にアカウント削除されて、また新しい、うん、ね、怪しい国のアカウントをまた新しく作って、やるっていう、ね。これはね、なかなか、あの、手の込んだ。しかし、よくありがちな詐欺なんですよね。いやね、でもそれをさっき、まあちょっと、このラジオの前にサドルさんの仮説を聞いてですね、はい、そんなことはないだろうと。いいですね。もっと、いや、ここは、はい、これはもっと深淵なるね。深淵なる。謎が。ああ、なるほど。ストーリーがあるに違いないと。はい、じゃあぜひ私も論破してください。で、ですね。で、この方ね、その本の URL も送っていただいてたんで、もう僕が買ってやろうと思って。いよいよ、やっぱ岡田さんのやつね。干渉してやろうと思って。じゃあクリックしてください。いや、今クリックしたんですよ。したえそうしましたところですね。はい。このページは存在しません。ほらほらほら、もう買ったんですよ、これね。消されてました。消されてたから。アマゾンの規約違反で消されてました。すごじゃあ、サンダーさんのおかげで、岡田さんがクリックをするところまでアクションが、やべ、さすが。でもね、しばらくしたらね、これね、またウコのタケノコのようにね、また来りますよ。で、一応この、キャッシュとか残ってたんで、キャッシュ見て、はい、この作者のページとかを、いろいろ検索したんですけど、はい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 、全部消えてましたね。やっぱりね、うん、足がついちゃうからね、これね。そうで、ね。で、また新しい銀行口座また作ったりとかして、振り込み先もくるくる変えていくパターンなんだよね。でもね、これは僕はね、僕はそう、僕はね、そのつまらない現実主義者なんで、そういうところを見てしまったんですけども、このサンダーさんのね、この投稿は素晴らしいなと思ってね。こういうことを、こういうその、いかにもね、ミステリアスなね、うん、ところとして捉える、この感受性、このね、想像力の豊かさ。まだ、これは素晴らしい。まだわかんないですけどね。まだわかんない。確かに、確かに、確かに。これは秘密のね。ただ、そういう、なんかね、陰謀に巻き込まれたかもしれない。確かに、この本を買ったら、その、よくわからない、その、北緯何度、なんか、西緯何度とか、整形何度って書かれて、その場所に行ったら、の理由でよく来たねって言って。販売中止になっただけかもしれないから、ね。そうそうそう。確かに、ね、その5人、これを買った5人だけがある箇所に集められて、今から、なんかね、徳川埋蔵金について、秘密を明かそうみたいなことになるかもしれないでしょうね。9000円っていうのも、なんか、絶妙な値付けというか。5万円だとね、クレーム儲けるけど、ね、9000円なら泣き寝入りするかもしれない、ね。そうですよね。この価格弾力性、泣き寝入り弾力性っていうのがね、あってね。最適な値段になってるんだろうな。そうそうそう。ランキングにも出てくるんですね、こういうのが。だからそれもね、だから、ね、自分でクリックして、連続クリックすると、あと、うん、そういうね、アマゾンって確かなんかカテゴリーを狭めていくと、そこのカテゴリーの狭めた中でのランキング1位になるじゃないですか。なります、なります。茨城のガイドブックランキングみたいな。そういうノウハウがあるんでしょうね。そうそうそう。うん、なんかやるなと思ってね。なかなかけしからんかもしれない。真実は結局まだやめる。わかんないですか、ね。わかんないということでね。もしかしたら非常にロマンチックな、ね、真相があるかもしれない。いや、出会ってみたいな。出会ってみたいですね。ちょっと今引き続きちょっと調査がもし進んだら、ね、また。また見つけたら、ちょっと今度僕買うんで。岡田さん得すること一個もないでしょ。じゃあ、いやいや、気になるじゃないですか。あ、そうなるね。何が書いてあるじゃあ、サンダーさんがこれから URL 送ってくれたら、岡田さんがクリックするっていう、そういう。そうですね。これからもう、ラジオ待たずに、送られた来た瞬間に買うんで。で、届いたものを紹介してサムネイルにしていくって、そういう。消える前に。永久期間感が。ちょっとチェックするのが遅れてしまって申し訳ないです。申し訳ない。謝ることなんか。わかんないけども。ちなみにこの方、メッセージもいただいてます、ね。あ、メッセージ？じゃあ、はい、岡田さん読んでください。住まいの近くには、砦競輪があり。一度2歳になる娘と散歩がてら様子見をしたことがありますが。この方お母さんなのね。はいはいはい。金網と馬製、モスグリーンや茶色一色の服に染まった少年から高年男性に恐れをなし、すごすごと引き返した思い出があります。競輪場の思い出を送って。ちょっと競輪ラジオじゃないんだあの、一度立川競輪の話をしていたり、ちょくちょくこのね、競輪のエピソードが送られてくる。いやいや、でもこの人文章がね、僕の好みだな。
僕の近しいものを感じる。モスグリーンや茶色一色の服に染まった壮年高年男性ってね。そう、これ以上に悪口には言ってないですからね、これね。そうそうそう。でもそう、なんかね、もう目を閉じれば浮かび上がりますよ。もっこりした帽子かぶってね。ぺたんこになってる帽子とかかぶってがちなね。わかる。競輪場、2歳になる娘との様子見した。すごいね。2歳の娘と競輪場行ったの。いいな。この人豊かな人生送ってるな。この人楽しく生き、楽しくするね。いやー、こういうリスナーがね、送ってくれてね。いいなぁ。ぜひまたお待ちしてます。だってこの Amazon のね、こういうのだって別に募集してないですからね。まあでもいいのか、番組のお便りだからね。そう、何でもいいんだからね。こういうのもね。こういう想像力、やっぱ想像力がね、豊かだとね。そうそうそう、我々が謎をね、解くのでね。いやー、謎、すごい探偵ラジオみたいになっちゃってる。探偵ラジオ。いやー、もうありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。よし。じゃあ、この調子でどんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、小木丸さんですね。ありがとうございます。これも同じ番組へのお便り。番組へのお便りをどんどん読んでいきましょう。サトルさん、岡田さん、こんにちは。東京在住の30代女性です。ラジオ、いつも楽しく聞いています。私はもともと数年来のデイリーポータルの読者であり、中でもサトルさんの記事が大好きです。ありがとうございます。長年のデイリーポータルファンでありながら、こうしてお便りを送ること自体が初めてです。嬉しいな。お便りを出すきっかけになったのは自身の病気です。今年の3月にある病気が見つかり、治療を余儀なくされました。幸いにも早期発見でしたが、手術をすることになり、不安な日々が続きました。そんな中、お二人のラジオでのやりとりがとても心地よく、過去の回を繰り返し聞いたり、入院中は病室でも聞いたりしながら不安な気持ちを和らげていました。いつかは何かしらのお便りを出したいと思っていたのですが、なかなかきっかけがなく、そうだ、退院したらお便りを出そうと思い立ち、先日無事手術を終え退院することができましたので、こうして今文章を書いています。あ、よかったですね、本当に。生きててよかった。いつも楽しいラジオを本当にありがとうございます。私の治療はこれからも続きますが、ゆっくりと回復できればと思っています。いやー、すごいな。ありがとうございます。さて、入院中、眠れず夜中にぼんやりテレビを見ていたところ、ヨーロッパトラムの旅なる番組がやっていました。かっこ個室だったので、寂しさを紛らわすためテレビをつけていましたと。うん、いいですよね。そういうのありますよね。トラムから街の風景を映し出す番組だったのですが、その日はちょうどサトルさんの住んでいらっしゃったウィーンの街並みが、ね、ウィーン、トラムがいっぱいあっていい街なんですよ。ウィーンは歴史があって素敵な街ですね。いつか行ってみたいです。番組の中では観光スポットの紹介シーンもあり、シェンブルン動物園も出てきました。そこでびっくりしたのが、その動物園でパンダが飼育されていたことです。このパンダはヤンヤンといって、お絵かきもできる芸達者なパンダなのだ。そうなんだ。知らなかった。2018年の記事だったので、今はやってないかもしれませんが、と。パンダはアジアのイメージが強いので、ヨーロッパでも飼育されていることに驚きました。サトルさんはシェーンブルン動物園には行ったことありますか？また、お二人が今まで行った中で印象に残っている動物園などあれば教えていただきたいです。なんだか取り留めのない話になってしまいましたが、これからもお二人のラジオを楽しみにしています。また投稿させていただきます。ということでした。いや、ありがとうございます。これまた思いのこもったね。いや、素晴らしい。投稿いただいて。いや、嬉しいですね。こういう聞かれ方をしてるってね。先日のあのパイロットの方もそうだったけど、何より嬉しいですね。こうやってね。僕らは別になんか役に立とうと思って、なんか話をしてないんだけど、結果的にね、こういうふうに役に立つっていうのは、役に立つように思えるっていうかね、もう本当嬉しいですよ。こうやってね。いや、本当。いろんな方の、ね、励みになるね。よかったですね、うん。でもこういうのもね、なんか役に立とうと思って話すと大体つまんなくなっちゃうから、まあ今まで通りくだらない話を積極的にね、何の役にも立たないということを目指していこうと思うんですけれども、さて動物園、シェーンブル動物園、岡田さん行ったことあります？ないです。あ、ないんですね。はい、そうそう、僕ら行ったことあって、一回結構入場料高かったけど、パンダいたかなってちょっとごめんなさい、あんまり覚えてないんですけれども、とっても素敵な動物園で、そのハプスブルグ帝国のですね、頃から。うん、結構脈々とあって、でオーストリアって確か中国とも割とヨーロッパの中では比較的親交が深いので、もしかしたらこのパンダも中国から送られたのかなと思いつつですね、確かにシェーンブルン動物園はその宮殿の、そもそもそのシェーンブルン宮殿がものすごくそのハプスブルグ家のね、あのご縁の深いようなところで、でその中で動物園があったんですよね。で、動物園の始まりも確か歴史ものすごい古くて、ちょっと、うろ覚えて言ってるから全然違ったらごめんなさい。いろんな場所で、ね、その、皇帝の人が、やっぱり動物を飼って、いろんな珍しいところから飼って、クジャクとかですね。で、それをみんなに見せるってことを趣味としているっていうのがあったんですね。で、ハプスブルグ帝国ってすごい、一時は領土がものすごい広かったんで、私が
ドブロブニクですね。クロアチアのドブロブニクの近くにある無人島とか行った時も、それがやっぱり、マクシミリアン一世だったかな、忘れちゃったけど、その人が買ったクジャクが面白半分で、なんだこの鳥面白いとかって買った鳥がそのままそこで放されてて、うん、その子孫が今もここの島に生きてるんですとか解説があって、だからやっぱり動物園って最初は公共的なものというよりは、やっぱ面白くて、その、ね、集めたものが、そのままなったっていう、ね。コレクションみたいな、ね。そう。今は行きにくい、そのロシアのサンクトペテルブルグのクンストカメラっていうね、結構、危ない趣味の人が集まってくるような博物館なんですけど、うんうんうん、そういうところも、やっぱり皇帝が、集めて、面白くていろんな国のいろんなものとかを集めて、うんうんうん、ミイラとかもあるんですよね。胎児のミイラとか、ちょっと危ないやつもあるんですけど、そういうのも集めて、生の人間もそのまま展示してるらしいですよ。背の高い病気になっちゃう人を、こいつ大きくて面白いからと言って縛り付けて、残酷ですよね。その大皇帝が集めて。だけど、その巨人の人は、たまらないから逃げ出して、よく捕まって、また押し戻されたって。今はそんな非人道的なことはないですけども、そういうことをやってたっていうね。まあそういう歴史がありますけれども。動物園、でも、その、行った中で印象に残ってる動物園、岡田さん、例えばどんな動物園あります？動物園ね。うん。あんまり行かない？ああ、ちょっと国内になっちゃうんですけど。はいはいはい。羽村市動物公園っていうのが。え？知らない知らない。これがですね。はい。どこにあるんですか？それは。羽村市。わかんない。羽村市。東京。ええ？これがですね。23区？23区じゃないです。市だ。多摩市です。多摩地域。多摩地域にある羽村市っていうのがあって。はい。これは、昔僕はその自分の記事の企画で、東京で一番空いてる駅を探そうっていうので、東京の900駅ぐらいを全部検索ボリューム調べたら、箱根ヶ崎っていう駅が圧倒的に検索数が少なくて、まあほぼないんですよね。誰にも検索されてないっていう。あれ岡田さんらしい記事だったね。新宿の20万分の1の検索力じゃないんですけど、そこに動物園があるということで行ってきたんですけど、結構良くて。良かった。何がいいかっていうと、ガラッガラなんですよ。でも、ちゃんと、失礼なんだったいや、たまたま行った時間帯かもしれないんですけど、あ、そういうこと？すごい空いてて、空いてる。で、でもちゃんと一通りいるんですよね。その、うん、キリンもいるし、ゾウもいるし、うん、ペンギンも確かいたかな、ペンギンもいるし、うん、で、今でこそコロナですけど、まあ、コロナ前とかってもう動物園なんで、どこ行ってももう人が、やばくても、とても動物ゆっくり見れないんですけど、うん、ここはね、非常に人が少なくて、動物の方が多いんで、ゆっくり見れて、いいですね。ちゃんとなんかその、なんだろうな、飼育員のこう、手書きのポップがあったり、そのスタンプラリーの企画があったりとか、うん、ちょっとオリジナリティもあって、いいですね。かなり楽しかった、ね。どういう動物がいるんですか？え？どういう動物？どういう動物がいたんですか？そこには。は、だからその、ゾウとか。あ、ゾウがいる。あ、ゾウ、キリンとか。今、話聞いてた。人があんまりいないっていうことだけしか聞いた。今、完全に羽村市動物園に興味持ってなかったんですよ。今、いた動物一通り喋ったんですよ。ごめんなさい。それ聞いたら。ごめんなさい。ゾウ、キリン、ペンギンとか。なんか、ジーターとか、割と。え、すごいじゃないですか。いや、ほぼ上の動物園と一緒だった。スペコじゃないですか。パンダ以外は、いますね。入場料金の話した？しました？入場料金の話はしてない。いや、じゃあ実際に行きたくなってきました。入場料金安かったです、多分。うん。確か安かった。っていうのは、なんか、そういうちょっと、なんだろうな。なんか、ちょっとしたちっちゃい動物園とかって結構空いてたりして。わかる。面白い、ね。海外も、日本の上の動物園とかぐらい全然混んでない動物園がむしろデフォルトっていうか、よほど街の中にない限りは、シェンブルン動物園とかもちろん混んでるんだけど、っていうのありますよね。だから結構地方都市とか行って、Google マップとかで私最初に調べるのはやっぱりズーとか動物園がどこにあるかっていうのを調べますね。最初に。うん。僕らね、印象残ってるのは例えばアイスランドの動物園とかね、アイスランドで行くところってやっぱいっぱいあるけど、動物園わざわざ行くやつあんまりいないんですよ。行ったらね、全然やっぱり、人がいなくて。でもなんか、零下50度ぐらい、その、氷点下50度。マイナス50度でも生きられる狐とか言ってね。おー。だからそういうのはもうアイスランドでしか住まないわけですよ。なるほどね。そういうとこ熱帯のとこ連れてったら多分すぐ死んじゃうんで。はい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 、で、それがなんか毛細血管みたいなその針が、その熱を通さないようになって、いうような針のように立ってる毛が、なんかすごいんだとか。へー。まあ寒すぎて屋内で飼われてる牛とかね。別に牛は普通の牛なんだけど、あまりに寒いから屋内にいますとかね。なるほど、ね。なんかそういうのがあったりとかね。サトルと岡田優の旅のラジオ。
この間僕、上野動物園行って、はい、子供にパンダを見せてやろうと思って。多いじゃないですか。もう上野動物園も今、そのコロナで予約制で、はい、予約制なんだけど、はい、もう人すごくて、ではいはい、パンダも大行列で、で、もう一種なんです、ほんと見れんの。もう行列は前に進まないといけないから。アイドルのなんかあれみたいな。そう。で、ほんと一瞬でその5秒とは言わないけど、10秒、15秒ぐらいしか見れないんだけど、まあ僕の通った瞬間を完全に後ろ向いてて、子供はパンダの尻だけ見て。悲しいな。過ぎてったんですけど、過ぎた後に、すごい、なんかおばちゃんたちが、人だかりができてて、はい、で、そのパンダのエリアは結構その、森で囲われて見えないようになってるんですけど、すごい、ちっちゃい隙間があって、はいはい、そこからチラッとパンダが見える時があるらしくて、なるほどね。そこに向かっておばちゃんたちがめちゃくちゃでかい大砲みたいなカメラを、プロのバードウォッチャーとか使うカメラをみんなこう肩にかけて、こう持って、こう見てて。パンダからしたら盗撮みたいな、覗きみたいな感じですよね。本当、アイドル。すごいな。そう。なるほどね。めちゃくちゃ。確かにでもパンダはどの動物園でも主役感は、すごいある気はするな。パンダのパワーってすごいなと思って。ね、確かにね。どの国に行ってもそう、私はやっぱり動物園。あ、そうなんですね。ハンガリーのブダペストの動物園は主役級の広さだけど、で、パンダも確かにだからものすごいいろんなね、豊かな動物いっぱいいたけど、意外に空いてるから、その、他にも見どころがある街の中で、動物園にあえて観光客が行こうってそんなに思わないところに行くと、やっぱりね、すごくね、贅沢な、はいはい、特に子連れだとね、贅沢なあの、体験ができたりしますね。やっぱ、ね、うん、そうですね。まあ、サファリはすごいっす。ああ、サファリはね、僕は行ったことない、ね。あ、そうなんですか。サファリは、だね、ケニアとか南アフリカかな、はい、はいはいはい。がで行ったんですけど、サファリはやっぱなんか、うん、こんな、いいのみたいな。こんな、あれか、こんな近づいていいのっていうか、近づいてくるというか、囲まれるんですよね。もう普通に象とかには。結構怖くて。怖いですよね。割ともう、なんか、窓から手出したら触れるんじゃないかぐらいまで、象が寄ってきて慌てて逃げようとしたら後ろにも象いてみたいな。いや、怖いだろ、怖いだろ。象って怒らせたらね。そう。車の檻みたいなところの車から見ていくみたいな感じなんですか？普通にレンタカーっす。レンタカー？自分たちのレンタカー。なんか装備はない。怖い。象対レンタカーだったら象の勝ちでしょ。普通にレンタカーで入れるんですよね。はい、じゃあ、間違って小象、小さい象みたいな衝突事故とか起こしちゃったら。やばいっす。お前何やってんだみたいな感じで、囲まれて、ワンパンでやられちゃいますね、これ。なんだろう、可愛いとかじゃなくて、怖い。怖い。まあ、近くに行ったらね。怖い。動物園ってああやってね、安全圏が保障されてるから、まあ、なんとかね、保てるけれども。近くにいると、ただひたすら怖いんだなと思う。っていう学びがあった。いいですね。いいですね。あれでも、岡田さん運転免許ないのに、どうしたんですか？レンタカー大丈夫だったんですか？あ、友達が。あ、友達が運転して。はい、でも友達が負傷したら、負傷して動けなくなっちゃったら、岡田さんが運転しないといけない。そうですね。そういう危機感も。負傷してない。だいぶジュラシックパーク的に。死んじゃうってこと？両腕がなくなっちゃう。そんなにわかんないけど。なんか、そうしたら運転しなくちゃいけないじゃないですか。走って逃げる。走って逃げる。すげえな。チーター対岡田さんとだったらね、負けちゃう。そうか。タミノラジオ。今日はオーストリアの公用語、ドイツ語でさよなら。サトルさんいます？何急に振られた、恥ずかしいな。サトルさんが、ね、アフィドゼン。プロの発音をちょっと見せてもらいましょう。今言った。では、さよなら、どうぞ。アフィドゼン、チュース。2個言った。仲いい人はチュース。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。